はい、こんばんは、東松月です。今日の話はですね、ちょっと、だいぶ経つかもしれないんですけど、ちょっと、ウザロングさんっていう、日本を一周回ってた、YouTuber なんでしょうね。多分一応 YouTuber なんだと思うんですけど、その方が、空き巣で捕まったんですよね。空き巣を働いたとして、逮捕されて、なんかその得たお金で旅を出ていたらしいんですよ。それで窃盗の疑いで逮捕されたのは、千葉県、これごめんなさい、読めないんですけど、一応千葉県の方なんですけど、その無職の永井康友容疑者28歳で、永井容疑者は2018年10月から、一応、神奈川県川崎市多摩区の会社員のお家に侵入して、ノートパソコンとか、あと掃除機も盗んだんですね、これ。はい。あれなんですけど、その他の、なんか盗んだり、あとは26,000円を盗んだとした疑いで捕まったんですよね。永井容疑者は、電車で日本を縦断する旅の様子などの、60件近く動画を YouTube で投稿していたらしいんですけど、その裏では、空き巣で盗んだものをなんか、そういうことをやったりして、大問題になってるんですけどね。動画の収入はほとんどなかったんですけどね。チャンネル登録者数が1000人ぐらいで、それしかないんですよ。1万人以下なんですよね。一応、ね、ウザロングね。ウザロングさん。空き巣ですからね。やっぱ、ね。確かにひどいでありますね。はい。他に、YouTuber で捕まったっていう人は、大体ね、最近では、東大生の方でしたっけ？確か渡辺なんとか容疑者だったかな。確か。名前忘れたんですけど、その方も捕まりましたし、何かの婦女暴行かなんかで、捕まって、あれでしたけど、ちょっと、最近のちょっとね、YouTuber ね、YouTube で動画出してる人、結構裏で何か、ひどいことしてるとかなんかよく、結構ありますね。ちょっと、ね、最近ちょっと YouTuber のイメージもあんまり、なんか悪くなって、っていうような気がしますね、本当にね。テレビの報道とか見てても、やっぱ、YouTuber が捕まった、何か悪いことしたら、やっぱ、結構、報道ね、してますからね。やっぱ、なんかそれでちょっと YouTuber のイメージはちょっと、もう悪くなってると思いますね、こういうね。はい。ちょっと、ね。窃盗ですからね。いや、ダメですね、窃盗はね。ダメですよ、窃盗はね。はい、犯罪ですからね。当たり前なことなんですけどね。はい。てなわけで今日は、日本を縦断して、窃盗、空き巣で捕まったウザロングさんについてのお話でした。はい。では、終わります。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。